日本で初めての新作個展、しかも美術館で。すごい緊張なさそうですよ。緊張してテレビとかあんまり。テレビは苦手なんですよ。なんかすいません、うん、今日はありがとうございます。もうすごい大人気で、土日には4000人以上のお客さんが詰めかけるっていうすごいことですよこれ。美術館でそんな大勢の人なんか見たことないですよ。どうですかご自分では。いやなんか用事があってっていうか行ったんだけど、ってか自分の展覧会なんだけど、行って裏口から入ってチラッと見たらすげえ人がいっぱいいて、海外からなんかすごく貴重な絵が来る時とかぐらいだよね。そんなこう、うわーってなるもんって。そうなんか開く前に並んでたりとかしてね、びっくりして、すごい、うん、なんか俺も並ばなくちゃいけないかなと思って。何言ってんですか。アトリエで一人でこもったりすると、もう何枚もバーって描いたりとか。そうだね、うん、っていうか普段全然外に出ないんだけど、うんうん、やっぱ絵描いた時がすごい楽。うん、楽だって、うん、住むとこと絵を描くとこ同じとこなんだけど、うん、描きたくなったら描いて、うん、疲れたら寝ればいい、うんうん、行き詰まったりする時ってないですか。ちょっと離れたいとか。あ、そういうのはない。ない。だから うまくいかないなと思う時はあるけど、うん、でよく友達なんかが散歩したらとか、うん、映画見に行ったらとかいろいろ行ったりくれたりするんだけど、うん、俺そういうことはあまりしたくなくて、なんか描けなくてもやっぱその描けない画面と向かい合っていたい。だってそのさっきも言ったように、それって自分自身なのね、向かい合っていたいから、絶対そういう時は逃げない。なんてかっこいい、ね、かっこいい。それをね、こうぬいぐるみたちが見守って。そうそう、行き詰まっちゃったよとかしゃべる。なんで知ってんの。そう、いらっしゃったんですよね。12年。それだいぶ長い間ですね。そう、すごく影響されるものとかいろいろありました。いや全くなかった、なかったんだ。いやだからどこでもよかったの。あ、勉強できればどこでも。そうで、勉強、僕が言ってる勉強っていうのは、はい、習うような勉強じゃなくて、はい、やっぱ自分自身で、うん、こう探していく。だから自分と対話しながら見つけていくような勉強なのね、うん、自分探しのような。そうそう、はい、でドイツ行って、うん、なんか最初言葉全然通じないのね、うん、で
一人ぼっちで、そんな中でなんか子供の時のことどん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 思い出してって、そうで、その時の感情とかさ、いろいろ思い出してって、すごいそれは勉強になった。ドイツっていう国自体から直接影響を受けたこととかはそんなないと思う。やっぱ自分の中にあるものを再発見していった。だからなんか新しいものを見つけるたんびに、これがこうなんていうのかな、発見とか学んだとかじゃなくて、全部昔にあったもので忘れかけてただけで、全部再発見、再発見だったなと感じることができました。そういう意味ではじゃあすごくとても良かったですね。そう、どこでも良かったんだろうと思うけど、日本にずっといたら多分俺気づかなかったと思う。一本奈良さんは絵本や CD のジャケットとかもデザインされてますけど、やってますね。そういう時はまずそういう CD とかのコンセプトありきなんですか？あ、僕は基本的には、なんていうの、そういう発注される仕事をやるようなことはしてないんで、だから基本的に頼まれなくても勝手にやるだろうなっていうのだけしかやらない。わかる？頼まれなくても、どうぞ 使いたいなら使ってくださ いじゃなくて、例えば自分はすごい絵が好きで、何でもいいけど、このバンドが大好きとかあったりするじゃない、誰でも。でCD のジャケットになるとかは考えずに、勝手に自分が自分で持っていたいために、その CD のジャケットを変えちゃったりとか、わかる？自分で自分の部屋に飾るために書く。別に頼まれてはいないんですよね、書いてくると。そうそう、でも自分がその音楽に共鳴したりしたから、この CD からイメージを受けたから書いて。そうそう、だから僕はね、僕が頼まれてやったようなバンドとかは全部頼まれる前にその人たちからこうインスピレーションを受けて書いたいっていうのがすでにたくさんあったん。へ、でそれを持っていくんですか？自分いや持っていかない。誰かが一つ手で、そう、誰かがね、こう合うんじゃないかみたいに案を出して、そう、この絵とこの音は合うんじゃないかみたいな。小説とか本の場合も同じでしょうか？あれもっていうか同じで、やっぱ最初から表紙にして、俺そういう仕事だからしたことないの。最初からこうなんていうか、お願いしますって言われて、自分がやりたいものしかやんないから、っていうか僕の職業はそういう職業じゃなくて、ただ絵を描いたり物を作って展覧会をしていく、そういうものなんで、なんかそういうなんていうのかな、なんかのために作るとかそういうんじゃないんで、基本的に。だからね、本当に自分がやりたいもの、だからお金をもらわなくてもいいからやってみたいもの、自分がやりたいことはやる。そう、それが自分の世界とすごい共通。さんがクリエイターとして大切にしてること、やっぱ物を作っていく限りは、しかもそれがいわゆる商業美術に応用されていくことじゃない限りは、やっぱ自分自身の体験から生まれてきたものでなければいけない。自分っていうフィルターを必ず通してなきゃいけない。だから最初から人のためにこうしたら人は喜ぶだろうとか、みんな見るだろうと思ってそうやるんじゃなくて、自分がまず第一の鑑賞者で、自分自身が納得しない限りは絶対人も納得しない。自分自身が納得しなくて人がどんなに納得してもそれは幸せなことじゃない。だからとにかく自分に厳しくするっていうのが一番大切ではないかなと思うけど、なんかこうできた作品を、でもちょっと気に入らないなと思った時に、他の人がみんながいいって言っても、自分が気に入らなければダメ、ダメ。ただ自分がどっちでもいいと思う時がよくあるじゃない、これいいのか悪いのか分かんないなっていう、そういう迷いのある時は人がいいって言ったら、じゃあ OK、いいんだなって。それとか、こっち向きの顔にしたらいいか、こっちの向きの顔にしたらいいか、自分はどっちでもいい、どっちもやり方は自分は分かるっていう時に、やっぱみんながこっちの顔にした方がいいって言ったら自分はそうする。